何らかのものの理解を深めることはとっても大事です。作品にオリジナリティを出したい場合、ただ面白いものを模倣するのでは及びません。面白さの要素を分解し、独特の構成で再構築することをお勧めします。少なくとも私はそうしています。例えばレースゲームを作るとなった場合、実写さながらのリアルレースだと振り幅がないので、誇張の効いたものだと想定します。まずは分解から。レースゲームの中でどの部分が面白い？ここではまずドリフトが楽しいと仮定します。ドリフト走行とは、カーブを曲がる際ホイールを滑らせながらクリアする走法です。実際の車ならドリフト走行とかより、グリップ走行の方が速いのは明らかなのですが、ゲームとして面白くするならドリフト走行をより楽しくするのは有効でしょう。そこで考察します。なぜドリフトは楽しいと感じるのか。そこにもリスクとリターンがあるからです。コントロールを失い、ぶつかってはいけない壁が眼前に広がり危険な状態。しかし制度によってうまくクリアできれば有利な状態で先に進めるようになると。ではゲーム的にドリフトをより楽しくするにはどうするのか。ドリフトするとスコアが上がるというのはあんまり得がないですね。永続的なパワーアップをするようだとうまくできる人との差がつきすぎてしまう。ドリフトをすると速度が上がるというのもなくはないかな。少なくともリターンを得るにはスピードを上げなければならないでしょう。そして再構築をします。ドリフト全体がスピードアップするより、ドリフトでカーブをクリアした時にこそ速度を上げた方が良さそう。最中ではなくて終わりってことですね。ではドリフトと力を貯めるという動作を一緒にしてはどうか。ブレーキをした時にチャージを開始し、そのままドリフトさせカーブの終わりにドッと開放することで加速できるようにしてはどうか。そうです、これはカービィのエアライドを考えた時のプロセスです。ワンボタンで楽しめるレースゲーム、これは単純に木をてらったからそうしているのではなくて、分解、考察、再構築という段階を踏んで考えられています。私の趣味はドライブです。ゲームじゃないですね、だけど特にこういった要素からヒントを得ているというわけではありません。あくまでゲームとして楽しいと思って企画を立てていると。丁寧に面白さの元を探ることも、組み立てて消化するためのアイデアも、必要になることと思いますが、一つ一つは、組み立てていけば理解が及ぶ話かなと思います。しっかり分解し組み立ててオリジナリティを出していきましょう。